テラシレンジは、岐阜県高山市、堀端町にある新州大谷派の寺院である、道派高山教区高山一組に属する。通称は、中野テラシレンジ。高山市には、テラシレンジはにカテラ存在し、鉄砲町にある、新州大谷派高山別院、テラシレンジとは、直線距離で約800メートル離れている。1253年、新蘭の教えを受けた、可燃坊全身が、 美濃国町滝から、飛騨国白川郷鳩ヶ谷に入り、昌蓮寺を建立する。昌蓮寺を中心に、飛騨国の浄土真衆は一大勢力となる。戦国時代、昌蓮寺の僧、共神は現属し、三島正元を名乗り、弟の民教と共に勢力を拡大する。この頃、以降、加賀一行一騎などの北陸の一行一騎の際、兵の派遣や協力を行っている。やがて、 三島氏とこの地を治める菊も城城主内ヶ島氏は、勢力争いで対立する。1488年、菊も城城主内ヶ島ためうじにより正蓮寺は、焼き打ちにあい、三島正蓮は戦死、民教はかろう手て逃げ延びるが、後に自害。民教の子である、正蓮寺第十世名神は、内ヶ島ためうじとは牧師。1504年、日だこ白川高中谷に寺院を復興し、正蓮寺から、 公用産、寺ら蓮レンジに解消する。内賀島市と手を結んだことにより、寺ら蓮レンジの勢力は拡大した。天正十三年、三木市の後に、日田国を治めた金森長近はこの力を利用し、家来の糸白彦左衛門に命じて、寺ら蓮レンジとの間で、希少分を交わし、天正十六年、鉱山城城下に、光用産、寺ら蓮レンジを移転させた。これにより、城主、 金森長近が留守の間、浄土新州寺志レンジが高山藩を守っていた。この校により、秀吉は安弥作の阿弥陀如来像立像を寺志レンジに貸ししている。移転した寺志レンジが、後の新州大谷派高山別院寺志レンジである。1588年、紅葉山寺志レンジの移転後も、小レンジ回帰前春の墓と本堂が残り、 寺ラ蓮レンジかけ所信ょ坊として存続する。明治の初め頃に本山に解消を願い出て、信行坊から、寺ラ蓮レンジと交渉する。1961年、ミボロダムによる水没のため、日田国白川郷中野から、高山市、堀端町に移転する。移転した建物のうち、本堂は1504年頃の建流で、国の重要文化財である。注文は、 1574年の混流、盆昇は、建武元年3月12日、奇州暗黒寺の名があり、共に、岐阜県重要文化財に指定されている、重要文化財入りもや作り、銅板武器、間口七間、奥行き九憩、寺レン寺が、白川郷中屋に移転した1588年頃の、混流である。ダム建設に伴い当初一から移築され、 道の正面も当初の東向きから西向きに変更されているが、新州本堂特有の形式を持った建築としては、最古のものである。道内は手前を広い外人、奥は中央を内人、左右を余り館とする。道は角柱を持ち、広縁を設け、外部の建具はマイラドとする。内部は全面畳敷きで、天井はサオエン天井とするなど、 内外部とも住宅風の衣装になる。外人には4本の独立柱が立ち、柱上部には、張り方向に二筋の投げ石を通し、投げ石上は、おさらんまとする。内人奥は、押し形式の仏壇とし、中央に、本尊阿弥陀如来立像、左右に新蘭と蓮如の画像を祀る。岐阜県指定重要文化財、福来博士記念館。ありがとうございます。